本題に入る前に、ミニ四駆キャッチャーでこういうものを作ってみたんですけど、これをつけることでどうなるかというと、ドラゴンバッグのような形状でミニ四駆キャッチャーが程よくしなり、適度なブレーキ効果が期待できるということで、何でもこのことを出っ歯というらしいです。それではいよいよ今回ローラーセッティングをしていきますが、使うローラーとしては主に2段アルミローラー。通常ですと2段ローラーの付け方として、上から12ミリ系、13ミリ系と取り付けまして、コーナリングなどでフェンスに寄りかかった際に上のローラーが稼働する仕組みとなってます。それでは今回のマシンにも2段ローラーを取り付けてみましょう。はい、ということで、あれ？って思った方、先ほどの説明と違い、今度は上から13、12、そして11ミリ系のローラー配置となってますが、このローラーセッティング、どのような意図があるかというと、 AT ギミックを利用して逆三角形に配置したローラーがフェンスに食い込む形となってますが、こうすることでダウンスラストがコースの内側に入ることでコーナーの安定性が上がり、なおかつタイヤが4点接地で走行することで減速なく走ることができます。なので基本的にはゼロスラストで走行しても理屈としては問題ありませんが、今度はレーンチェンジをクリアすることができるのかというところを実際に走らせて検証してみましょう。
はい、ということで今回のコースで走らせた結果、ローラーによる違いというのが実はほとんど見られませんでした。最初に設定したスラスト角度によって、もしかしたらダウンコースが効きすぎたかもしれませんが、スラスト調整とローラーの取り付け方によって様々なセッティングが可能となるので、これはこれで一つ発見があったかなと思います。今週末いよいよスプリング大会となりますが、週末に向けてもう一回ぐらい練習走行をしたいと思ってますので、これからまたマシンを見直して調整していきます。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。